はい、12月の皇室1、2年生ですね。こちらを書いていきます。そうですね、こちらも今回は上空いてないのでね、そこ詰めて書きましょう。そういうところも間違わないようにね、ちゃんと見てください。それからね、持ち方のことに関してとか構えだったりね、ちょっと今回は5、6年生の方で少し説明を軽くなんですけどねしてますので、その学年まあ違いますけど、そっちも参考にしていただけるといいかなと思います。そのね、やっぱ小さい子の方がその鉛筆をねギュってやっぱ持ちやすいですよね。で、大きくなるに従って手も大きくなるしね、扱いやすくなるんだと思うんですが、少しこういうところにね隙間をね作ることがねできるようになってきますので、そうするとやっぱりこういうギューってなっちゃった時のこう抱え込んだ状態みたいなギューってなってると、こう書いてる時ほら自分のところ目線ね、このカメラの位置が私の目の高さにあるんですけど、そうすると全然見えないですよね。それがこういうふうにふっくらと持ってちょっと離れたところでこういうふうに手を置いて構えることで、こう全部が見渡せるわけですよ。その状態を本来は作りたいわけですね。そうすると姿勢も良くなるし、書き方腕のところのね感じとかも変わってきますので、そのあたり、ただねあまりにもお母さん方の方で言ってしまうと子供たちが嫌がるかもしれないなっていうのもちょっと考えながら、うまくねやっていきたいですよね。なのであんまり焦らず変えようとせずっていうところの方がいいと思います。ただこういうふうにやる方がいいんだよっていうのだけは常にこう言い続けるっていうか、まあちょっとね変えようとするのではなく、ちょっと伝えるぐらいな感じでいいんじゃないかなと私は思うんですが、実際は5、6年生あたりはしっかりね自覚してやっぱりこう変えていこうっていう気がないとなかなか変わらないところもありますので、そのぐらい大きくなってからでも全然大丈夫かなと思います。はい、でちょっと喋りながら書いちゃいましたけど、ここねギューッとこう上がっていくような感じにして、ここのこういう高さね、しっかりやりましょう。で、スーッと力抜いてって、そのままこちら毛に入れると一番いいですね。で、こういうところもちょっとこういう感じです。この線質はこういう風にちょっとふわっとしてるのかなっていう感じにしといて、キュッとこの辺はちょっと大きめに入れていいですよ。起筆しっかりめに入れてあげて、こういうラインでここを広く取ってあげようかなって思ってください。で、漢字のように結構しっかりした起筆ですよね。カタカナっていうのは、カタカナは漢字の一部を取って作られたって言われてますからね、そのぐらい漢字に近いです。はい、そして歯ですね、ギューッとだんだん強くなる。こちらはひらがなですよ。優しいところからギューッと持ってきて、また力が抜けてってっていう、こういうね力のこういう変化みたいなのが現れるとすごく綺麗です。しっかり止まる、こういうとこ止まってあげることで、トンギューって感じですね。はい、でその進んでるところ止まってるところっていうの明確である方がやっぱり線は綺麗に出ますので、迷いながら進むっていうのが一番ちょっと綺麗じゃないかな、綺麗じゃなく見えると思うんですよ。だからね、こういうしなりだったとしても、これは入ってる位置とここの羽に持っていく位置っていうのが別にこう曲がってるわけじゃないですよね。これがさ、なんていうか、こうから入ってここに向かってこういう線じゃないよね。こういう風に位置が変わってるとしたら、これはこういう風に斜めになっちゃうじゃない。これって同じ位置で点と点はねこうなんだけど、繋いでる線、この部分真ん中に当たるものっていうのがこういう風に膨らんでるから、こういう風に見えるだけだからね。だからその辺しっかりするといいな、実際曲がってないんだよっていうところです。なのでこうまっすぐちょっと膨らんだだけっていうこのしなりですね。そうすると倒れてないように見えます、ちゃんと。で、
これちょっと感じてほしいのは、少しこちらが出てるかなっていうあたりを見てください。そうで、おです、おは横に今広げましたよね、ここね。あんまりこう上に行かないでね、上に行っちゃうとここ狭くなっちゃうので、ここからの上、こうですね。で、下にストンって落ちてくるぐらいの方がいいです。で、ここからの上がってください。この上がりがなかなか難しいみたいですね。結構皆さんこう下がっちゃう子が多いかなっていうところなので、ここ上がってってこうだよっていうところで、その時目安にしたいのが、この1画目の入り出しよりちょっとこういう風に上がって映ってなかったねもう一回いきます。すごい一生懸命喋っちゃったんですが、このイのところこう来といて、はい、上がってこう、今ちょっとやりすぎた、うん、こんな感じです。あの気持ちいい、こういう感じですね。はい、ちょっと気を取られましたね今ね、子供帰宅しましたはい、はい、次ですね、こちら、はい、手はキュッとしてこうですね、トントン、このぐらい今のキュッっていうここが強くて太くて早かったと思うんですよ。キュッ、これね、これはもう入れた時にここまで行くよっていうのがもう頭にないとこれできないですよね。だからこの四角の中のこの部分、ここここってこういう余白を取っておいて、このぐらいねちゃんとやって、あの考えてあげるとうまくいきます。はい、で漢字が出てきましたね。あまりない漢字なのでしっかりめにいきましょう。大きくていいですよ。これポイントはしっかりこれを入れてあげるのと角度です。こういう角度、寝かさないように、それで縦ラインにすることね。立ってるでしょ結構ね、こうやってでクイーンってきて真ん中、これはしっかりめですよ。書き順しっかりね、 1,2,3 画目がここ、こうしておいて、ちょっとあまりギューってやりすぎなくていいです。しっかり入れて太いまますーって下ろしてくるんだけど、あの次はこっちに行きたいわけですからね、あんまりギュッギュッって止めっていうかな、うん、ちょっと力が抜けてるぐらいでも構いません。その後こうやってね、結局閉じてしまう、見えなくなるところなので、これは毛筆の時でもこういうところっていうのはあんまりボコンっていうのを作りたくないでしょ、出ちゃうからね、出ないようにしたいですね。ただまあ弱さが見えない方がいいので、一応こう下までつけますよっていう感じでやってください。で、まは1,2、この2本が占める割合、ここのね面積っていうかな、この広さの中のこんなに多くを取ってるんだよっていうのをちょっと分かってほしいなと思います。意外とたっぷり取って、ここからこういう風に来てトントンでしょ、だからここがなんかまっすぐっぽかったり狭かったりするのはもったいないなっていうところです。はい、ではこちらちょっと飛び出しすぎたかな、ちょっとお腹ちょっと出てるような感じでいいですよ。こういう風に、うん、少しね、少しオーバー気味にこう出しても構いません。これ逆にこうへこんだらあんま良くないなって思ってください。あの先ほど言った2のところで言ったこの、同じ位置、こことここが同じで膨らんでて曲がってるわけじゃないんだよって言ったあれにちょっと近い部分はあるんですが、少しこっちの方がせり出しても構いません。ぐーってせり出しておくとよりここが広くなるなっていうのはあるじゃないですか。でこのラインがこのぐらい斜めになってるのだとしたら、こちらでちょっとこっちに倒してもいいなぐらいな感じですね。まあそこのあたりは難しくなるので、とりあえずこれを真似て書いてもらえばいいです。でこっち曲がってこないでねっていうとこですね。この子ね、倒れないでっていう感じ、うん、したら大丈夫です。はい、タワー1,2、ここがこのラインできますよね。ちょっと開いた方がいいんですよ、下の部分がね、ちょっと開いてるでしょここで、横と思ってください。ここあまり上がりすぎるのもちょっと狭くなりやすいんですよ、なんか空間がね狭くなる。これ
でもなんか上がってるように見えるのはなぜかって言ったら、優しくから太くなって、この強くなるのに太くなってるからね。だからなんか形がさ、下はまっすぐに見えるのに上がこう膨らんでるよね。これがね、そのね、まっすぐ引いてるんだけど太くなるっていうその感じ、これって捉え方が人それぞれだと思うの。だから上がったように感じて、上がるんだと思ってビッてやっちゃうんだけど、これ引くときは横に引いてるんです。横って強くしながらやってます。そしてこちら少しこうに出てくるかなっていうぐらいな感じですね。はい、この空間ね、やっぱ難しいですよね、立ってね。はい、川行きますよ。背の順になるように、ただ下のラインはね、ここちょっと短くします。上はしっかり上から出ていいんですが、ギリギリまでこんな感じ。これはね、気持ちまっすぐがいいんだけど、最後ちょっとこっちに逃げても構いません、左にね。ただこれってこうになると変でしょ、こっちに向かう字ではないので、あの曲がるんだったらちょっと左に曲がってあげましょうね。だいたいね、そうです、あの漢字で縦を貫かなきゃいけない、ほら中とかね、そういう字のまっすぐな棒に見えるやつ、あれは右に反り返ったりするとすごく変に感じてしまうので、もう初めからね、左にちょっと曲がっちゃおうかなぐらいな感じで思ってた方が気が楽で書けるんじゃないかな。大人の方もそうですね、結構プレッシャーでやっぱね、あの普段の感じが出せなかったりしますけどね、もうまっすぐなんて人間難しいもんですから、初めからちょっとこっちに曲がろうかなっていうぐらいな気持ちでいきましょう。はい、カーですね。カーはこんな感じで、半分から出ないね。これはもういつも言ってますけど、上がって内側にこう入ってくる動きがないと、この子との関係がうまくいきませんね。これがこう斜めにあるのに対して、こちらもこういう感じであるから、これでなんとなくバランスが取れているような感じがするんですが、これが例えばじゃあこうに上に上がれたけど、下に真下にこうに来たような感じであると、なんか一人で立っちゃってますねみたいな感じになるじゃないですか。したら次これどういう風にしたらいいかなみたいな、こうになってるからなんとなくこうかなみたいな、なんかね、変ですよね。そうだから、いつもこの辺を見てこっちって考えるものなので、なんかね、うまくいかなくなっちゃいますね。はい、で絵はグイッとお尻突き出して、下からグイッと上がって、上がって、でここの点より出ないようなイメージで折り返して、上がって下を揃えようかなぐらいな感じですね。ここ、はい、ちっちゃいつからの、やってない？で、いきますね。こっからお腹をここで、ちょうどここまで戻ってくると思ってね、手はね。はい、でくるですね、ここちょっとこう、あ、2年生はくって書いたよね、何回か書いたような気がする。こっからのキュッてこうね、くるみとか書いたね。そう、ちょっとこっち長いんだったよね、でこっちの方が反ってるよねみたいな、そういうところ。はい、キュッと上がってるは、ここが短いんです。で広がっていきたいです、こういう風にね、なんかちょっと三角形っぽい感じにしたいんですよ。でここが長いよね、こっからここですごくね、こう なんだろう、キリンみたい、首がキュッてなんか長くて、うん、なんかそういう感じじゃない？ってことは、ここからキュッてここを長くしてあげて、あんまりこう上に大きくしない、大きくしない方がちょっと上品だよね。ここ、こういう風な広がりで少しだけ上がってくるような感じにしてあげて、トントンってなって、この結びの部分がちょうど中心に来ると綺麗にいきますので、そんな感じでやってみましょう。じゃあね、小2でいきますね。小2、はい、じゃあね、締め切りが12月25ということで、皆さんよろしくお願いします。はい、では失礼します。